日本関東地方千葉県流山市江戸川台。江戸川台は千葉県流山市の地域名。本校では流山市の地名である江戸川台西一丁目から四丁目、及び江戸川台東一丁目から四丁目についても述べる。流山市の北部に位置する。地域内は1960年代に千葉県住宅協会により開発された。 小て住宅街となっており、かつては、きつねのの、うさぎの村、県北のチベットとも称された場所であり、現在の江戸川大西一丁目に、農家の家が一軒存在しただけの樹林地帯であった。開発地域全体を、江戸川大と称するが、住所は、東武鉄道の打線より西側を、江戸川大西、東側を、江戸川大東としており、江戸川大という地名は存在しない。 江戸川台東一丁目に、東武鉄道の打線江戸川台駅、江戸川台東二丁目に、江戸川台駅前商店街、江戸川台東三丁目に、市立江戸川台小学校、流山江戸川台郵便局、江戸川台西二丁目に、江戸川台、西口商店街がある。東は河野須台、柏市緑台、西は、三原、中野区木、富士見台、南は、 東初市、西初市、上新宿、柏市西原、北は東深いと接している。駅前の線上の住宅の作りは、田園調布をモデルに作られていると言われている。1950年代に、千葉県の計画家によって、日本最初の住宅団地である八千代大団地と、同じ手法で、流山市内に、 住宅団地を建設する計画が浮上し、はじめは、市東部の向井小金神殿が選ばれた。しかし、先行して、民間業者が土地買収を始めたために断念し、東部鉄道の打線豊敷駅、初石駅間、初石駅、運河駅間が新たな候補地に選ばれ、校舎は山林が中心で、大地主が多く、用地取得が行いやすかったため、 最終的に校舎が選ばれた。また、同時期に、日本住宅公団も、現地を取得しようと試みたが、流山町長が、公団賃貸住宅よりも、小建て分譲住宅の方が町に対する協力度合いが、高いと判断し、日本住宅公団による開発を断り、千葉県住宅協会による、現在の分譲小建て住宅街が建設された。 公募によるもので、地域の西を流れる江戸川にちなむ。江戸川大は290名の応募より、提案者が10名存在したものであり、流れ山の歴史はすなわち江戸川の歴史であることから、選定された。また、水穂大、清和大、東武大、葛飾大、赤根大、霞ヶ丘、ひばりヶ丘が、採用されなかったものの加作として選ばれた。その他にも、武蔵野台 東大小風大などの候補が存在した。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。